どうも、刀慎一郎です。長峰大です。今回の酷評映画再評価シリーズは1993年公開のハリウッド映画スーパーマリオ魔界帝国の女神です。見たことあります？ああ、俺ビデオ持ってましたよ、ガキの頃。これ懐かしいよね。ということで早速あらすじをざっくり話すと、配管工を営むマリオとルイージが化石発掘調査チームのリーダーデイジーと出会う。ある日デイジーは何者かにさらわれ、それを追って地下世界大の発端にたどり着き、そこでマリオとルイージは大の発端の大統領クッパからデイジーを、そして世界を救うため大の発端を大冒険。何回大の発端って言うやって。おうっていう映画なんだけど、まずあらすじ聞いただけでももうスーパーマリオじゃないよね。じゃなかったでしたもんね。本当に大の発端なんてゲームで出ないよね。ちなみにマリオたちは普通に人間社会で配管工してるからね。一応マリオのオリジナルストーリーを作る予定で最初からやってたみたいなんだけど、それにしても違いすぎるよね。うんうんうん。クッパは外見完全に人間のおっさんだし、ヒロインがピーチじゃなくてデイジーだし、ヨッシーがジュラシックパークみたいだし、みんな妙に革ジャンだし、マリオたちがファイヤーを放つ時に使う武器がスーファミのコントローラーのスーパースコープなんだよね。わかる？スーパースコープ。おお、わからんわ俺こんなもん。まずまあそんなこんなで酷評されてしまい、ゲームの実写化映画の失敗作代表みたいになってしまったわけですが、ちなみにこの映画のキャッチコピーはマリオがハリウッドを本気にさせちゃったなんですが、このキャッチコピー伊達じゃないんですよ。ほう。まず主演のボブ・ホキンスがマリオにしか見えない。この人マリオをやるために生まれてきたんじゃないかってくらいハマってますよ。ほうほう。なんなら逆にゲームのマリオのモデルがこの人だったんじゃないかって思うぐらいですよ。いやもうそれはもういじっとるやろあんた。けど残念なことにボブ・ホキンスはこの作品について僕の生涯で一番最悪な作品だった、金のために出たのだがそれでもギャラを投げ返したいぐらい、何もかもが素人っぽく、あれほどひどい映画は類を見ないねと酷評したんだって。おうおうおう。ちなみにボブさんは制作が開始されるまでマリオがどんなものか知らなかったみたいです。へえ、ひどいありさまなんやね。へえ。でもそんな映画にもいいところはちゃんとあるんですよ。この映画制作費がなんと約50億円。この金額すごくないですか。いきなり押すポイント金額なんあんた。ちなみにスターウォーズ新たな希望が約11億、20世紀少年が3部作合わせて約50億。そう考えるとめっちゃ大作ですよね。ほうほうほう。とにかくお金だけはちゃんとかけているんで、街やキャラクターの造形はものすごく凝ってて、その中でも僕が特に好きなところは湿度高そうな感じと薄暗い街並みにネオンの看板が似合う、ブレードランナーを彷彿とさせるサイバーパンクっぽい街並み、この感じがたまらなくて好きなんだよね。80年代90年代の良き SF 映画の背景って感じでさ、この作品ゲームの実写映画というよりはゲームをモチーフにしたゴリゴリのサイバーパンクなんですよ。あーなるほどね。ちなみにサイバーパンクって80年代に生まれた言葉らしいんだわ。まあこの話には諸説あるらしいんですが、それまでのスターウォーズみたいな SF ファンタジーっていうか、ポップに未来を描いた SF に対するカウンターカルチャーっていうのかな、つまり明るくない未来って感じなんですよ。ほう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 。サイバーパンクは大体大敗的なスラムが舞台になってて、人はサイボーグ化したり意識は電脳世界に入ったり、刺激的で倫理観を揺さぶるドラマが多くて、そんなサイバーパンクの起点とも言えるのがウィリアム・ギブスンの SF 小説ニューロマンサー。うん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 。なんと舞台は未来の千葉で、千葉シティを舞台にした物語は読む者の想像力を刺激し、サイバーパンクのバイブルと化したんだって。ブレードランナーも日本文化が妙に侵食している世界観じゃない？ほうほうほう。これは日本の漫画やアニメのアキラ、攻殻機動隊、ガンム、コブラなどが海外のサイバーパンクに影響を与えていたんだと思うんだよね。今でいう可愛いアニメクールジャパンみたいな感じなのかな。うん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 。でなぜ実写版マリオがこんなダークなサイバーパンク映画に仕上がってしまったのか。そもそもこの時代の日本のカルチャーを元にした海外の作品ってサイバーパンクってものが切り離せないものだったんだよね。ほう。例えばビートたけしが主演した JM のようにね。ほうほうほう。日本って言ったらヤクザか侍かサイバーパンクって雰囲気だったんですよ。へえ、そうやったんや。そして何より監督はオカルト好きな人なら知ってる人多いんじゃないかと思うんですが、
が、あの未解決テレビ電波ジャック事件、マックスヘッドルーム事件の元ネタ、テレビシリーズマックスヘッドルームの制作者、ロッキー・モートンですからね。あ、僕オカルト好きじゃないんで聞いたことないです。このマックスヘッドルームって作品もゴリッゴリのサイバーパンクですから。この監督を最初から起用すると決めていたあたり、海外で売れる日本初コンテンツとしてこの映画を作ったのが分かりますよね。ほうほうほう。けど制作者の考え以上にゲームのマリオの世間的なイメージが固まってしまっていたのがこの映画の敗因だったと思うんです。要はみんなゲームのマリオが大好きだったってことですよね。まあそりゃそうやわね。俺ガキの頃これふざけんなと思ったもん最初見た時。まあだからこそ一度ゲームのマリオのことを忘れて、ただの90年代サイバーパンク映画として見たらこれちゃんと面白いですからね。へー。まあ約30年前の映画ですから、昔を懐かしむもよし、一周回ってデザインを楽しむもよしって映画じゃないかなと思うんで、お暇な方にはぜひぜひってところで、じゃあお疲れっす。